吉宗評判記暴れん坊将軍。調べ直せ。養生所の費用削減、批判者は誰だ。勘定吟味役の前田利正にございます。あの切れ者か。よし、すぐに前田を呼べ。五分の一にせよとは。また忠相も飛ぶに呼べ。そのつもりでございます。小石川養生所費用削減に関すること、私はここを辞めたくなりました。ここでは勉強ができません。辞めたければ辞めるがいい。今日も昨日も一昨日もまるで患者が来ません。これでは先生。このまま行くとせっかく作っていただいた閉鎖になるかもしれんな。前置きはよい。五分の一に減らすべきだという訳を申してみ。患者が全く来ませぬ。おうか、本当か。はあ、残念ながら。なぜだ。名医が7人、しかもただで病気を治そうという施設が、なぜ遊んでおるのだ。はあ、それは町奉行殿のお役目かと。どうなのだ、大岡。はあ、一言で申せば不人気が原因でございます。不人気。新さん、どうしたの。大丈夫。新さん、いや、なんだか体の調子がおかしいんだ。どんな塩梅なの。頭が重いし。風邪じゃないの。新之助の旦那、どうしたんです。おい、どうしたんだ。具合が悪いんだって。新の臓がチクチク痛っ。それ新さん、心配事があるんだよ。腹も痛い。なんで、それじゃお前体中全部じゃねえかよ。よし、俺ちょっと医者呼んできて。私が行ってくる。どこ。どこってお前、木下千葉先生だよ。冗談じゃないわよ、お前さんったら。あんな高いで評判のお医者呼んでどうすんだよ。高いったっておめえ。そうだ、高いのは困る。ただがいい、ただが。おもっちゃん、すまんが
俺を養生所へ連れてってくれんか。養生所？お前さん。もう新さんの前だが、あらダメだよ。そうだよ、ただほど高いものはないってね。あんなとこ行ったら殺されちまうよ。殺される？そうだよ。私は見たことないけどね、あそこには小川商船って医者の部屋があってね、大きな土瓶があるんだってさ。その土瓶の中へいろんな薬をどんどん放り込むんだってさ。商船のやつはできた薬を試したくなると誰にでも飲ましちまうんだってさ。さあ、これでいいんじゃない。飲まされた感じはたまったもんじゃないよ。コロリさ。そうすると商船のやつはなんて言うと思う？あ、ダメだったか。そう言うんだって。それでね、お酒をぐいっと煽るんだってさ。それだけじゃねえんでさ、あそこの朝鮮人参は朝鮮人参じゃねえんだそうで。そうなんですよ、ただの人参ですって。まだあるんですよ、あそこじゃ寄せ場帰りを使ってるとかなんとかね。え、そうそうそう。いや、評判が悪いのなんだってめ。ありゃどうした。いやね、武士様はじめ大岡様は大枚の金を使ってよ、今のままじゃ潰れる。もし潰れでもしたら大岡様は腹切り者だって噂だぞ。ねえねえお前さん、それじゃやっぱり木下先生に教えよう。いや待ってくれ、なんか嫌な話聞いたら治っちまった。おまちゃん、どっかそこいらブラブラしようか。大丈夫？うん、大丈夫。本当だ、楽になった。仁助さん、うん、思い出ですよ。あ、私がやります。すいません、お光さんには本当に親切によくしていただいて、お礼を言います。当たり前のことをしてるだけです。こんなによくしていただいて、その上ただだなんて、うん、ありがたいことです。皆さん治平さんみたいな人だったらもっと流行るのに、うんうん、ダメだ、いやダメだ、手続きをしてこなければ見るわけにはいかん。だってちょうどここまで来たらまた具合が悪くなったんです。お願いです、見てやってください。手続きってどうやるんだ。町内の月場のところへ行けば分かるはずだ。辰五郎身内新之助と、うん、よいしょ、月場神保町分七と、お待ちだ。はい、ありがとうございます。あとは五人組の班がいるな。五人組？そう、家主五人組。それ全部班をもらうの？そう、お奉行所の決まりだよ。情けない声出しちゃって。変わって五人組の班を全部もらったら今度は名主さんの班だって。私もう嫌。本当にもう新婚のやつ面倒なことばっかり。これ先生の部屋に入ってはいかん。かまん。先生下がってなさい。悪い噂を聞いたんで心配になってやってきた。ここは評判が悪いぞ。この土瓶に手当たり次第薬を入れ、その薬の効き目を試そうと次から次へ患者に飲ませて死亡させる。朝鮮人参も偽りで、下働きには寄せ場帰りを使っている。どうなんだ。そ
その通りだ。ここは町奉行の管轄だ。そんな噂がどこから流れたか、そいつを調べるのは町奉行の仕事じゃないのか。ものは言いようだ。死ぬべき人間に新しい薬を与えたが、その効果がなかったと言うべきところを、新しい薬を与えたから死んでしまったと言い換えれば、俺は人殺しになる。種は朝鮮でも、日本で作れば日本人参とでも言える。寄せ場代わりでも働き場所がなければ拾ってやるのは人情だ。人の口には戸は立てられないというが、俺としては戸を立ててもらいたい。なぜ自分で抗弁せんのか。そりゃまずいよ。かえって噂広がるばかりだ。俺はな、自分の腕と同様、上様や大岡様を信じてる。今耐える時だ。この部屋に入れる者は、医師の他にはおみつっていう俺の身の回りの世話を兼ねてる娘だけだ。それはどうかしたわ。このオドビンさ、町の者はみんなこれを見てきたように話してる。いや、おみつじゃない。あの子はそんなことを言いふらすような女じゃない。めぐみの頭、辰五郎の神さんだね。はい、早くお願いします。このまんまじゃこの新之助という居候は養生所には入れないな。入れなきゃ入れないでいいんですよ。だいたい推挙なんだから。本当に訳はお前さんにあるんだよ。え、私に。満内5軒から15軒までは一人役、公益、つまり税金だな。それをお前さんのとこは滞ってるんだよ。それじゃいくら出したらいいんです。1年銀2問目で2年貯まっているから銀4問目だ。それじゃこれでいいんですね。あとそうだ、辰五郎本人の藩がいるんだ。詰め印でもいいんだけどな。いい加減にしてくださいよ。何かとお入りようでしょう。当座はこれで。で、どうでございました。まあ、第一弾としては成功だろうな。上様の御前へ大岡を引っ張り出した。養生所は不人気であると言わざるを得なかったのだから、このまま不人気が続けば養生所は成り立たなくなるは必要ということになってもらわないと、我々町医者は上がったりになります。江戸の町医者200人の命運がかかっております。私にも町奉行がかかっておる。養生所が成り立たなくなれば、上様はじめご老中方は大岡鋼鉄以外に道はないはず。が今はまだ猪についたばかり。いや、一気に追い落とさねばなりません。どうするのだ。木下先生、林先生、遅くなりまして。前田沢田、お会いするのは初めてであろう。清五郎と申す、ケチな博打ちでございます。世話になってるそうだな。なに、あのぐらいの噂広げるぐらい何でもありませんや。何を銭を取れなくてはいい。俺がのこのこ出て行って爪を押さなきゃ、お前新さんを養生所へ入れっつうのか。ふざけじゃねえ。しょう。おい、おさえ、お待ちんとこ行ってな、審査ここ連れてこい。手続きは暇がかかるな。うすけさん。ああ、おみちゃん。さっきはありがとう、かんざし。ああ、気に入ってくれたかい。そいつはありがてえや。今日は泊まりね。
登竜患者も少ねえから大して仕事もねえ。おみっちゃん、明日またな。じゃあ。助八、今の女だ。夜晩なのに酒なんぞ飲んでもいいのか。酒と言ったって旦那、こいつは俺だけ。いちごブレッドってことはねえや。ずいぶん白い魚だな。マグロでさ。マグロ？マグロって赤いもんじゃないのか。脂身で、いや本当は捨てちまうところだが、あっしはこいつが好きでね。どんどん一つやってみますかい。うん、うん、うまい。貧乏人は貧乏人で結構楽しみってあるもんでさ。あんたはいつからここで働いてるんだ。ここができてしばらくしてからおみっちゃんが幼なじみで頼み込んで。前は何をしていた。魚屋でさ、博打で捕まってよそばへ行くまでは小さい店を一軒持ってたんだ。そうか。おめえさん若えのにブラブラ病だそうだが、気落としちゃいけねえ望みを持つんだ。俺だってもう一度店を持つつもりだ。望みを持つんだな。ありがとう。お町というものが迎えに来ている。手続きができんから引き取りに来たそうだ。通りはできん。何？仏作って魂入れずっつのはこのことですぜ。俺は学がねえから難しいことはわからねえ。大工だって蔵作りだっててめえの作ったものは三月や半年に一度は見回りに行くって言ってますぜ。貧乏な人をタダで見てやるのはそりゃ立派だ。思いつきゃいいや。一時はみんなありがたかったもんだ。だが後は言えねえ。人間の命を預かるのに妙な噂が立つようじゃねえ。頭、わかった。おっと新さん、まだ終わっちゃいねえ。入れてもらいたい人間がいたってあれじゃみんな尻込みしてしまいますぜ。いや、わしがてめえでやってみてわかったんだ。犯行がみんなでやつ急病人なら死んじまう。ねえ新さん、貧乏人が医者に見せようと思うときはよほどの時なんですぜ。頭、ありがとう。本当のことを言ってくれるのはお前だけだ。頭、うん。
先生。息子さんに知らせてくれ。はい。お主、黄土瓶の薬を飲ませたのか。そいつは喋らんことだ。これ以上噂になってはいかん。俺は嘘も言い訳も嫌いだ。上様、あのお光という娘は5つの時に焼け出されお助け小屋にいた女で、それを小川商船が町医者の頃から面倒を見ていたそうです。そうか。ではあの女ではないか。薄毛という下働きがおる。これをつけろ。あ、上様。忠相、養生所へ行ってきたぞ。恐れ入ります。で、噂は。事実のような事実でないような。だが一つ不人気の原因が分かった。手続きが複雑で面倒すぎる。あれでは二の足を踏むのも当然だ。忠相、もう少し簡単にはならんのか。はあ、早速改めるよう手配いたします。うん。今朝一人の老人が死んだ。大事にならねばよいがな。頭、取り込み中とこすまない。あのおめさん、養生所を訴えるつの本当か。そいちゃいけねえよ。それはダメだ。やめてくれ、頼む。頭、大事なお父っつぁん殺されたんだ。黙っちゃいられねえ。いや、それでわかるよ。だけどお前、薬のせいと決まっちゃいねえだろ。くじごとつのは大体銭かかるんで、ろくなことねえんだよ。余計な心配しないでください。誰が何て言おうと、私は訴えます。おう、じいさん、待ちない。あ、親分。誰がどんなことを言ってきても訴えを取り下げちゃならない。久慈氏の面倒も金も俺の方で見る。はい。ですが親分、どうして そこまで。我慢ができねえからさ。薬を試すために人を殺すような医者は許せねえんだ。入りなさい。ああ、薄毛のことだろう。はい。私だ。昨夜裏木戸の鍵が開いていたことを責めたのだ。そうしたら荷物をまとめて出て行ったのだ。そのことと善助さんのことと。先生、善助は窒息死だ。先生、養生所の噂のことですけれど、私、先生のこのお部屋でのことを薄毛さんにだけ話したことがあるんです。何？噂を流したのは薄毛さんかもしれません。恩人の先生にどうしてそんなことをしたのか、それともどこかで喋ったのか。先生、薄毛さんはきっと連れてきます。よく聞いてみてください。先生、噂を流したのが薄毛だとすれば、善助さんの窒息死も薄毛が手引きしたのでは。推量で物を言うな。
小川商船表を上げい。町人治兵衛より訴えがあった件につき吟味いたす。養生所は町奉行所の扱いなれど、医師は若年より支配。よって寺社奉行、勘定奉行、町奉行の三奉行立ち会いの上でわしが吟味するのだ。何事も偽りなく答えるがよい。その方、新しい薬を試すために町人善助に飲ませ死亡させたというのはまことか？まことではございません。では町人善助は何によって死んだのか？息が止まったためでございます。これ、愚弄いたすな。そう申し上げるより他にしようがございません。町人治兵衛の訴状によれば、養生所にて死んだ父善助を木下長庵、林良山、この二名に見せたところ、新しい薬を飲ませたためであると言い立てをしておる。どうだ小川商船。小川商船、はっきり申せ。ここが肝心なところだ。別に新しい薬ではございません。もともと医術などというものは、漢方であれ乱歩であれ、まだまだ完全なものではございません。人間の体などというものは、分からぬことばかりでございます。されば善助の死は息が止まったため、そう申し上げるより仕方がござらん。小川商船、申し渡す。次回表情は10日後。それまで一切の医療行為はならん。町奉行、違反せぬようきっと監視をされよ。手鎖10日。手鎖10日とは？町奉行、医師は若年より支配。養生所存続については上様のご裁定を仰ぐことにする。小川商船、よいか？10日後か。忠相、どう考えてもできすぎてる。その日暮らしの男と町医者が2人。小川商船はどう言っておるのだ？はあ、あの男、弁解の嫌いな男で、ただ善助の死は窒息死であると。窒息死？上様、何か？忠相、寄せ場野郎には人知れず殺害する方法があると聞くが。はあ、濡れた和紙で顔を塞ぐとか。やはり薄毛か。10日経っても確証が出ぬ場合はどうなるのでございますか？先生、覚悟はできておる。上様や大岡様にご無理をお願いしてできた養生所だが、万一のことがあれば。秘密。私です。私さえ薄毛さんをお願いしなければ、こんなことは。薄毛が何かしたとは決まっておらぬ。それより薄毛を探し出すことだ。今夜四つ庵だ。裏口の勘抜き外してきてくれ。善助さんはこの三両のために。
機が戻ってきた。よし。うつけだな。親分がちょいと来てくれってよ。ああ、来い。間違いありません。源蔵、へい、お前聖五郎の罪を張るんだ。へい、じゃあ早速。さすが頭、見事な手配ぶりだ。なに、これもみんな新さんの仕込みってわけさ。長安先生。気ぐらいの高い長安先生が聖五郎の家。吉蔵という男が殺されました。聖五郎の土場へ出入りしていたようです。そうか。辰五郎の話によると聖五郎の家に木下長安が来ておる。治兵衛の訴状にあったのは木下長安ではないのか。その通りです。上様、どうやら読めてきましたな。うん。お前の失脚を一番願ってるのは誰だ。はあ、五老中方が町奉行に推挙されておられる勘定吟味役前田利政。それで辻褄は合う。あとは証人か。あと三日のうちに。さもないと評定所が結論を出します。うん。上様、ではどうぞお気をつけて。助八、お園、お水のところへ行くぞ。お助はきっと来るはずだ。先生のところへ連れてってくれ。何もかもお話しする。やっとその気になってくれたのね。きっと戻ってきてくれると思ってたわ。すまなかった。すぐ行くわ。支度するから待ってて。急いでくれよ。朝鮮、脾臓は破裂しておる。助かるか。
万に一つやってみなければわからん。このままだと確実に死ぬ。何をする。俺も手伝う。やってくれ。連れてこい。お裁きは後で受ける。俺の裁きも後で受ける。うすけ、少しは痛いぞ。先生、脾臓を取ってしまっても人間は。ああ、生きていられる。岡、谷口、山本、しんのすけ、押さえてろ。はい。おみつ、アヘンを持ってこい。しんのすけ。先生、口が動きます。うすけさん、うすけさん、助かったのよ、うすけさん。うすけ、オーナー吉蔵に聞かれて、おみちゃんに聞いた話を喋った。そしたら身入りをくれた。今度は裏木戸開けておけって。三両善助さんを殺して先生のせいにするとは知らなかった。吉蔵に指図してるのは博打。うちの水空を。うすけ、眠っていいか。うすけさん。うすけ、お前はおみっちゃんと所帯を持つんだろ。気をしっかり持つんだ。うすけ。先生、俺を勘弁してくれるか。前田、その方近いうちに大役を申し渡すかもしれん。身辺をきれいにしておけよ。はあ、恥を知らぬ天の怒りを知れ。何者だ。俺か。俺は天下の暴れん坊、またの名を闇の将軍。身辺をきれいにしておけよ。前田利政、
身辺をきれいにしておけと言ったのはこういうことではなかったのだ。お主も武士ならば身の処し方ぐらい知っておろう。愚か者、養殖の身でありながらいたずらに己の立身出世の身を考え罪なき人々を陥れる獅子心中の虫、この場に将軍吉宗あらば決して許しますまい。何をしとる、早く乱暴者を取り押さえ、みんな出てこい。伝助殺し、吉蔵殺しの下手人として召し張る。かかれ！その夜、勘定吟味役前田利政は切腹、木下長庵林良山の二名は遠投、清五郎は打ち首と決まった。町奉行大岡忠相は養生所入りの手続きを簡略化、名主の代表を案内して養生所の施設を見せたところ、次第に患者が増え、当流患者通い患者合わせて500人以上に上るようになったという。ああ、新之助様、あの時はお世話様に。二人ともまたここで働くようになったそうだな。はい、一生働いてもご恩返しになるかどうか分かりませんけれど。先生にもらった命です。死ぬまでここでと思いまして。それもいいだろう。時に例のものあるかな。マグロだよ、あの脂身の白いやつ。ああございますよ。さあ新之助様、さあこちらへ。いやそんな、さあ新之助様。おお、うん、うまい。うまいか。俺だね。すまんな。これ将軍さんにも食わしてやりたいな。何やらからくりがあるらしいので。からくり？
大岡に特性例のことを聞かれた時はヒヤッとした。どうやら首尾を言っておるようだの。対決花の吉原にご期待ください。